はい、皆さんこんにちは。本日は先日ね、ツイッターの方で理学療法士の最強の副業は研究であるっていう風に流してね、いろいろご意見もいただいたので、動画の方でね、説明したいと思います。よろしくお願いいたします。まず発端はですね、質問箱の方で、副業は何がいいですかっていうものがあったんですね。で、まあそこの中で私、研究職、理学療法士の最強の副業は研究職であるという、持論を展開したんですけど、まあこれ、少しね、ちゃんと説明しないといけないんですよ。あなたが何を目指してるかによって、適切な副業っていうのは全く違いますから、例えばなんですけど、まあ副業ね、研究職やったとしても芽が出るのは相当時間がかかります。もっと言うと、研究している内容によっては、それがマネタイズできるかどうかっていうのもわかりません。そしてさらに言うと、研究やってる人は別にお金になるから研究やってるっていう人はほとんどいないんですよ。ね、それはやっぱり研究職の方っていうのはほとんど自分の純粋な興味、知りたい、それで知った上で社会貢献したい、まあそういったところだと思うんですよね。ですので研究職がいいって言ってるんですが、それはどちらかというと直接的にお金が儲かるっていうものでもないです。それよりもとても強く意味があるのは、やはり論理的な展開ができるようになること、臨床で論理展開を厳密に求められるっていうことはほとんどないんですね。まあ、仕事していく上では、いやいや、もちろんありますよ。もちろんあるんですが、じゃあ論理を組み立てるっていうのは一体どういうことなのか、研究というものはどういうものなのかっていうのは、基本私たち医療職っていうのは医学がベースですから、医学っていうのは学問ですから、学問っていうのは何かっていうと、否定の上に否定されて否定されて、それでも成り立つのが良い論理ですから、そういったところをね、ちょっと考えながら、研究職っていうものをね、研究というものを大学院の進学とかね、考えた方がいいと思うんですけど、まあそれとは別に、おそらくは大学院は、20代の人で余裕があるんだったら間違いなく行った方がいいです。おそらく、理学療法士の分断はとっくの昔に始まってます。で、大学院に行く、修士を取るっていうだけで、まあこれはほぼもう上位 5% ですね。上位 5% の理学療法士に、学歴上はなります。でそれは大きな大きな力になります。そういった形でね、将来少し長いスパンでいろいろなことを考えるんだったら、研究職という副業が最強であるというのが私の持論です。これまた別にそこまでのビジョンはないね。年間自分はじゃあ例えば毎月月々の小遣い5万円ぐらいあればいいね。私そういった方に関しては土曜日とかね、日曜日とか自分の空いてる時間に整形のクリニックとかね、訪問リハとかそういう副業をお勧めしてます。これ別にそんな肉体労働じゃないか、自分の体使ってからね、ただお金にかかるだけじゃないかって思う方いらっしゃると思うんですが、全然違うんですよ、臨床は。これ僕らが地域で自分のいつも仕事をしているフィールドから、例えば訪問リハっていうフィールドに行くと、そこって自分が働いてお金を稼ぐっていう以上に、そこのコミュニティの中で、そこの地域の中で、そこの組織の中で、様々な人間関係ができるんですね。で、これ僕ら、これまあ見てらっしゃる方はわかると思うんですけど、僕らの仕事っていうのは自分たちの技術、知識だけで完結しないでしょ。ね。どう病院にいて回復期にいたらどう次に受け渡すのか。その次に受け渡すときに、しっかりと相手の顔を見れるとか、そこにフィールドがあるとか、そこで仕事をした経験があるって、すごく強いんですよ。で、私よくスタッフに、副業はやれやれやれって言うんですけど、これなんでかっていうと、そこでやった先でいろんな人間関係ができて、その人の臨床能力、臨床の幅っていうものが広がるんですね。ですので私は理学療法士の副業として、自分の体を使って稼ぐっていうことは、すごくいいことだと思ってます。それは自分の中でいろいろな、これはね、社会関係資本っていうんですよ。評判資本、信頼資本、関係資本ってね。そういった資本がね、自分の中にどんどん蓄積していきますから、そういった形での私ね、副業するのは全然悪いことではないと思っております。はい、ここで告知です。9月19日と26日に、弊社リハノメチャンネルにて、整形外科ライブ配信セミナーというものを開催いたします。こちら、2日間にわたって日本を代表する素晴らしい先生方に、まあ、6大関節、整形外科に関して非常に重要な6大関節のそれぞれの疾患等に関する講義をライブで開催いたします。リハノメに関しましては、なかなか先生に質問する機会を作ることができない。そういった声にお答えして、ライブ配信にて先生に直接質問できる機会。
そういったものを作りながら、今回地図にもたくさん入れて、このコロナ禍においても理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の学びを止めないためにこういったライブ配信セミナーを開催したいと思っております。詳細は概要欄の方にございますのでご確認ください。それではぜひこのリハノメチャンネルのチャンネル登録、この動画の高評価をよろしくお願いいたします。またコメント欄にて質問等ございましたら、ぜひ質問していただきましたら精一杯回答させていただきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。